今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は亀岡の蔵元です。丹山酒造さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、夏は暑いです。はい、はい、暑いですね。はい、最近はこの錦市場も外国人観光客の方たくさん来られるんですけれども、はいはい、日本酒の人気はいかがでしょうか。結構なんかやっぱり、日本食が文化遺産とかになった関係もあって、やっぱり日本食ってイコール日本酒じゃないですか、はい、だからそれで結構外国の方も知ってらっしゃる方が多くて、はい、やっぱり試飲とかしていただけると結構そこそこ買っていただくと美味しいね、美味しいと、はい、大吟醸なんかやっぱり特にお好きな方が多いです。そうですか、はい、最近は日本酒も国内でも、はい、フレンチとのマリアージュとか、そうです、ね、それから海外に、はい、そういう日本酒製造の蔵ができたりとか、ね、いろいろ発展してますね。ありますね。うちなんかでもこうワイングラスで飲んでいただけたようなお酒っていうのが、はい、この雫のお酒なんかは、ワイングラスでこう飲んでいただくのにいいなっていうお酒なんですね。あ、そうですか。雫絞り、そうですね、はい、雫取りの大吟醸酒という形なんですが、あ、そうですか。4割磨きのね、はい、大吟醸、とことんの大吟醸を、じんたん粒ぐらいになるまで磨いたのをこう手間暇かけて、じんたん粒ぐらいに、磨くんですね。これはとことん磨いたって感じですね。4割まで磨いてますので、はい、でもう中心部だけ使う方が美味しいので、香りもいいので、でそれを手絞りせずに、はい、袋に入れて袋釣りにして、ね、で雫だけ集めるってすごい贅沢なお酒なんです。はい、はい、まあ、そのお酒もおすすめと、はい、そうですね、それが、まあ、はい、ワイングラスで飲んでいただいたようなお酒になりますね。贅沢、はい、はい、それからもう一つ、はい、今日の旬という、はい、これはボトルもブルーですね、はい、そうですね、素敵ですね、はい、夏向き の、まあ、旬のお酒ということで、純米吟醸酒で、淡麗辛口ってよく言われるそういうタイプのお酒なんです。で吟醸感もありますし、すごくやっぱり飲みやすい、はい、吟醸感というとどんな感じを言うんですか。吟醸感っていうのは香りなんですね、はい、うん、吟醸のこうなんていう香り、フルーティーというか、あ、はい、いいですね、独特のこう、ね、はい、やっぱ香りがありますので、ね、風味が楽しむことができると、はい、大吟醸ほど香りはないですが、はい、その分お酒のあてに合わせていただきやすい、あ、何でも合うということですね。お肉でもいけるし、薬にお漬物なんかでも美味しいですし、いいですね、夏にぴったりということですね。はい、ありがとうございました。